で、やめることはしない、やめることは簡単だって言葉がありまして、自分も、高校野球3年間頑張りますし、そういう目に何度も出くわしたわけなんですよけど、やめることをやめなかったんで、今も社会に出て、それがすごい自分の力になってると思います、また、あと、先生の言葉にありましたように、5年後、10年後、の計画を考えて生きている、ビジョンを立てていると言いました。この言葉はやっぱり今の社会に出ている皆さんが、一番言葉に、自分の言葉じゃないですけど、考えで一年一年のことを考えず、その先を考えて仕事をしていくってことは大切なことだなと思いました。あと最後になりましたが、本気度を見せてやる、すいません字が汚くてすいません、本気で生きる、この言葉に自分も先生に負けないように頑張っていきたいと思いました。イエーイ、ありがとうございました。